西丹沢は、神奈川県北西部に広がる丹沢山地の西側地域の通称である。愛称は西丹。丹沢山地の資料専部にあたる塔の竹。丹沢山昼るが竹を中心として、東側を、東丹沢、西側を、西丹沢、南側を、表丹沢、北側を、北丹沢と山地を4地域に分けて呼ぶ、最の1地域である。 範囲については明確な定義はなく、特に両線部では、地域が重複する場合が多いが、4地域に分ける際は、佐古川水系上流部の黒倉川、中川川、与宿川流域及びその周辺地域を、西丹沢と呼ぶことが多い。下の図は4地域に分けた、際の一例であるが、東丹沢と西丹沢の2地域に大きく分ける場合もあり、その場合は、 昼が竹日野木道丸周辺が東西の境界となることが多い。西丹沢の区域図。中央の白い領域は他地域との重複エリア。中川川、西沢上流部にある本棚西丹沢地域の滝は霊々棚と呼ばれるものが多く、霊々滝と呼ばれるものは少ない。日野木道丸の白や潮西丹沢の登山基地として、 最も多く利用されているのが小田急線新松田駅より路線バス一本でアクセスできる西丹沢自然教室である。自然教室付近からは西丹沢の名手として知られる日の木道丸や大室山、あぜが丸など複数の方面へ登山道が伸びており、四季を通じて多くの登山者が訪れる。日の木道丸への登山道は筒子振動の名で親しまれ、その名の通り筒子が 登山道沿いに多く自生しており、夏季にあたる5月下旬、6月上旬は多くの登山者で賑わう。筒子のシーズンにはバス便の増発が行われる。自然教室に次いで登山者が多い登山口は丹沢湖畔の幻想である。幻想へも小田急線新松田駅よりバスが出ている。幻想からは有心渓谷の名で知られる黒倉川に沿って伸びる。 黒倉林道方面へ向かうハイカーが多い。御殿場線の三北駅もしくは、国外駅から直接登れる大野山や、同線するが小山駅前より登れる、不老山は山頂までの工程が2から3時間と、手軽に登れることから、初心者向けの山として人気がある。不老山周辺の神奈川、静岡県堺尾根は、丹沢山地唯一の山椒原の自生地として知られている。 大棚の頭や小もつるし山などの峰々が連なる。神奈川、山梨県境の交渉国境尾根はアクセスが非常に悪く、マイカーやタクシー利用でないとアクセスは困難である。尾根北側の道志川沿いに走る国道413号に富士急行線富士山駅、または吊るし駅からの路線バスが走っているが、平日のみ1日2本の運行で、 駅から各バス停まで1時間から1時間20分ほどかかるため、日帰りでの利用は難しい。この交渉国境尾根の登山者は、日の木道丸などと比べると非常に少なく、登山道は場所によっては、笹が深く生い茂っているところもあるが、尾根登山道が東海自然歩道に指定されているため、道標整備がしっかりされており、コース選択に迷うような箇所は少ない。 西丹沢山開きの様子西丹沢は一年を通して登山が楽しめる山域であるが、毎年、登山者の安全を祈願する山開きが、西丹沢南部の王の山と北部の西丹沢自然教室前において行われる。王の山では、4月29日に王の山開きの名で開催され、県営牧場が広がる山頂において、先着鮮明に牛乳が無料配布される。また、 地元特産の農産物や鹿シ汁シの即売も行われ、多くの観光客で賑わう。日の木道丸などの登山口にある西丹沢自然教室では、筒子の開花時期に合わせた5月の最終日曜日に、西丹沢自然教室前の駐車場において、西丹沢山開きの名で開催される。式典では、西丹沢地域を管轄する松田警察署より安全登山の呼びかけが行われ、 先着順で記念品の贈呈や記念バッジの販売が行われる。黒倉川、中川川、四宿川の三河川が流入する丹沢湖周辺は観光地として整備されており、湖面でのマスブラックバス釣りやボート遊び、湖岸道路のサイクリングなどが楽しめる。美穂ダムの周辺は紅葉スポットとして有名で、11月中、下旬には遊歩道が整備されたダム公園のもみじや、 胃腸などの紅葉を目当てに多くの観光客が訪れる。湖周辺では毎年恒例のイベントがあり、8月には美保中学校付近の湖畔で打ち上げが行われる丹沢湖花火大会が11月最終日曜日には4000名のランナーが走る丹沢湖マラソンが開催される。中川川に沿って走る神奈川県道76号沿いにはキャンプ場が多数あり、夏は キャンプ客で賑わう、中川川の下流地域には、信玄の隠し湯の別名を持つ中川温泉があり、町営の日帰り入浴施設、ブナの湯は、多くの観光客に利用されている。三保ダム付近の山より見た、丹沢湖畔、上尾田地区の風景、三保小中学校がある場所より、奥は中川地区、与福大橋、三つ畑周辺は、与福地区である。ありがとうございます。